皆さんこんにちは、日向水です。今日はだけヒーローモードのエリア2をやっていきたいと思います。おいでませタコパーク、フライハイガフライかな、これをやっていこうと思います。多分これをやっていない、これやっているのかな。あ、やってあるね、やってある。あと3つだから、4、5、6は、やってあるのか。7、8、9がやってないのか。失礼しました。そしたら、7、8、9なので、エリア2の7ですね。こちらの方、やっていきたいと思います。割とありがとう、弟子。また、この武器を使って、データ集めてほしい、弟子って言ったかな。これですね、これですね、変なやつかな、うん、あ、なんか表示するやつですね。あ、怒っちゃった。あ、できるんだ。見せてくれてありがとう的な感じ。あれ、当たらない。すごい、こんな感じ。あ、なんかいる。また落ちちゃったよ。
かにこう、こうなってくるんだ。よしよし、用語はできるからね。いや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 、嬉しいですよ。準備始めて、ちょっと今ラジオ体操から娘が帰ってきました。夏休み中なのでびっくりした。何これ何これ、おーい、どうしたらいいの。あ、なんか出る。よいしょ、よいしょ、いやいやいや、ジャンプ。あ、取れた。家に近く越してからのやられた。
これ見るよ。曲が変わったってことは最終チェックってこと？ OK。 あ、グリーンいただきました。ありがとう。インクがない。やだー。よいしょ。なんか上からの攻撃が動かないって。あー、やられた。危ない。びっくりした。もうやられたかと思った。よし、できた。17。大掃除だよ。裏通り。プロが教える綺麗術。ああ、もう教えてもらいたいわ。アビキューの力にプラスできるよ。了解です。今7番終わったんでね。じゃあ8番いきます。またこの武器を使ってデータ集めてほしいです。だってくるくる伸びるキャンプ場を塗ってピロピロ戻ってピロピロだって。じゃあ塗ってピロピロ戻って、これのこと？でも野原絨毯みたい。面白い。戻っちゃうの、これ戻っちゃうんだ。なんかこう、夏のリゾート地にもありそうな感じね。あー、喋ってる場合じゃないよって。他の人は喋らず、一目とやろうねってとこ。なんか、どれどれいいよ、なんかいいよな。あ、なんか箱が、今回のこのインクってラメが入っててすごい可愛いと思う。あら、どうしちゃった。あ、あ、びっくりしちゃった。あれ、何なの
なんか突っ込んできたよね。あ、戻らなくて。え？あ、びっくりした。戻れないんだ。ポイント届くのね。これだったらピロピロに戻ろう。気をつけられるな。いろいろな。集中すると無言になっちゃうな。出ませんね。では、はい。これはどうなるんだ。なんかいっぱいだけど。で、こうして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 こうか。敵がつけないでちょっと。あ、怖い。プチョプチョ。ほんとに。あ、難しいこれ。え？こんなに難しいんだ。なんかあるの？ここがある。なんかいっぱいいるね。これでいいじゃん。真正面から行くより横から行った方が良さそうか。ちょっと待ってね。おー、大きい。決まるんだ。あれ、行かないで。どういうこと？おお。できた、6分でできた、びっくり。おお、できた、クリアということで、じゃあ次9番。
今度
ピアノが買った。襲来ダコゾネスばったり。あ、おお、次はボス戦ということで、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。よいしょ、正面向いて、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ、またねー。